手間取らせやがって。鍵がか。ったく時間食っちまった。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、まだ準備中で。あれ、もしかして桐生さん。久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです、桐生さん。一杯ごちそうさせていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと、何ですか。ハルカをこの辺りで見かけなかったか。あれ、ハルカちゃんですか。ご一緒じゃないんですか。ああ、ちょっと訳があったな。今、ハルカがどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながら分かりませんね。でも、何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。スカイファイナンスの秋山って知ってるか。ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ。マスター、ここ最近秋山を見かけなかったか。そういえば秋山さん最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア外の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、わかった。ありがとう。
ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも登場界のヤクザがアジア界で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できないのは分かるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いならその懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまでご信用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方途上界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。海洋界ボスからの答えです。中国マフィアってわけ。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。Oh.
誰だ？お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって町金をやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。ありゃ、四代目だ。道島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。しばらく寝てろ。
時間 食っ ちまった。 しばらく寝てろ。 ありがとうございました。 手間取らせやがって。
ばらく寝てろ。時間食っちまった。時間食っちまった。しばらく寝てろ。ありがとうございました。
時間 食っちまった。 いらっしゃい。うまいな。ありがとうございました。